粉のね、まあ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 、なんかだから結局行き着くとこ行くとさ、すごいギャンブルやりだしちゃうみたいなと、そうね、最初はみんなでなんか面子やって楽しかったのに、やっぱスロットで1回1万円でやろうぜみたいな、狙っちゃうぞ、そういうなんかそういうね、良くない、ちょっとおやつとか食いながらやっちゃおうかな。あ、これですね、2回目ね、後編重いとかいうレベルじゃねえよこれ。でもこれはできれば流行らせたいね、ほんと流行らせたいというか、1年に1回エンターブレーンを上げてここまでやって、流行ってないってことはね、やりたくないってことだから。いやだってそれまだアピールしてないからさ、なんかな、これは全員やった方がいいな。エンターブレーンに入ったら絶対これ1回はあの成人の儀式みたいな感じでやんなきゃいけない。それいいね、あの、うん、3年間エンターブレーンで頑張ったら、うん、成人の儀式みたいな感じでこの重い対決がまた出れるって。そうそうそう、やめちゃったりしてね、うん、で人事可能性はあるね、うん、可能性はある。でもいいね、それね、大人の世界見るんだみたいな、ね、うん、なんだこの会社って話にはなるねみんないいの持ってるからね、いらっしゃるな、うっちね、すごいな。おこの CM が、これは何、これ CM があるの、1本目の、ほんとまさに、おー、あー、 DVD の最初のやつだ、うん、DVD ボックス。じゃあ最後の対決、はい、坊主さん対ルパン、はい、はい、じゃあ先、坊主さん、この部屋で遊んでるね、ずっとね、うん、そうだ ね、長いこの部屋がもう何年目なの、ここ何年になるの、ここどんぐらいだろう、ここだ3年は経っちゃうの、もう3年は経っちゃうんだ、うん、すぐ経つね、3年ぐらい ね、やってますね、本当に早すぎなんだよ、ね、最近だいぶで気づいたらもうさ、装備だから、装備見ると、あ、僕はあれじゃねえかな、わほらロトの続き99あ、あったあったあった、これはこれはこれは意味わかる人だって、うん、これは意味これはわかる、もうだからもうそので合成もさ、もう、もう全部あの全部もう全部ね、属性ついてね、合成してね、もう鍛冶屋でね、今これはもう見た目でね、だからすぐ分かる、もうプラス99だからってこれもやってないし、このゲームね、もう別に今となってはなんだっつうとこもあるんだけど、あるね、ほらほら、これ持ってきたね、これしかもあの歌詞だからね、あのエンターテイメント、うちんじゃないからね、確か見ないと無理、スクエニックスかなんかのだからだってやっぱそうじゃん、だってまあまあある意味もうそれ以上言わなくていい、ね、そうじゃん、そうそう、あるんだっていう、厄介だよ、辛かったんだよこれ、わかるよ、でも俺もこの撮影の時はいやそれやばいっすねって言ってたけど、うん、実はそんな思ってない、どうでもいい、どうでもいい、どうでもいいと思って、人だもん、人だもん、一言なんて、220巻だってよ、別に知らないよそんなやりゃいいじゃん90、そうだよ、もうてかあのさ、剣99にするのとかってさ、あの途中から意味なくなってくるんだよね、もう作業だからね、もうあの20とかでもうマッチングも全然ロトの剣とか持ってる時点でバッサバッサいけるんだけど、99は単なる自己満足になってくるから、単なるただ繰り返しのなんか努力みたいな、ファイナルファンタジー11から、あ、そうだ、これでこれはそうだ、どれかけたんだ、何かけたんだっけ、いやだからその 11? なんて言うんだろう、あのなんかあれで レアアイテムって言ってさ、結局絶対自分だけじゃ取れない、そうそう、敵からドロップ、あの敵から落とすドロップアイテムで、うん、で一人じゃ全然倒せなくて、身内っていうか仲間を集めなきゃいけないんだ、176日っていうのはさいやそうだよ、だってそれこそこれ今見て、このあのバカな顔してるルパンあれさ、バカっつーな、バカにバカって、あれさ、あれで一応編集長なんだよって見てる人再確認した方がいいよね、176日ゲームやってんだよこいつ、いやそうだよほら、おお、だってゲーム雑誌の編集長だ、ズリーでしょ、だってそれズリーけど、それで給料もらってんだろお前っていうね、まあまあそういう感じにはなるよね、うん、おお、俺もゲームだけやって暮らしていきたい、ほらこいつばっかだもんだってほらこんないっぱい集めちゃってさ、すごいの、僕もレベル75なんだっけ、 ルーンじゃなくて、なんだ、カルド、カルドカルドだっけ、そうそう、探検って書いてある隣にカルドね、レア EX ね、レア EX レベル68からの人しかつけられないでしょ、でこれしかもモンスターもさ、結構その当時取った当時は結構取り合いになっちゃって、結局なかなかその
取れないのよ、うん、あいつ、いつでも自分の順番になるっていうわけじゃないから、だからそれ取ってそのたまたま取った時に、うん、早め待ちなんだね。それがこれこの本編でも言ってっけど、うん、俺のために行ったんじゃないのよ、うん、その友達のために行って、うん、でそれを慌てて俺がロットしちゃったっていうか、うん、取っちゃった奪っちゃった形になる。なんか今聞いててさ、うん、それゲームの話じゃないとしたら、うん、なんか世の中のね、そうなの、縮図だったよ、ね、そうなの、そうなの、なんかあのひどいやつ、ひどいだった俺もう本当になるやつで、もうすごい謝って、本当気持ち的にはもう本人番号聞いて電話して、ごめんなさいごめんなさい、むしろ、うん、あの行って、あ、菓子折り持って謝りに行きたいぐらいのことを僕はやっちゃったアイテムをここでかけちゃったの、うん、っていうかさ、これ結局 FF11 ってさ、やっぱゲームの中なんだけど、そういう社会みたいになってきちゃうね、もちろん、もう完全にね、人間関係な、何を違うば、なんか変な話だよね、話だよ、だからすげえゲームだよこのゲームは、でまだあるんでしょ、やってるやってるやってる、続いてる続いてる、ルパンはさすがにやってる、うん、やってる、やってんの、今でもやってる、今でもやってんの、だってこれの本作ってんだもん、これの本の一応通信みたいな、そうそうそう、やってんだ。でもまあこの当時よりは全然あれだけどね。だからそれこそさ、なんか最近そのあの回あんま出てないけどたまには行ってるよみたいな回がずっとあるみたいな。ああそうそう、だから常に仲間内でやってる子はやってるから、たまに入るとやっぱこうチャットして、あ久しぶりっていうか、なんかルパンさん最近忙しいみたいだねみたいな、そういう今でもフルな人がいるわけ、これ全然いる、いるの、これじゃあすげえ最強みたいな、何年目、7年 ?8 年もそんぐらいか、うん、すごいね、まあ、もう何、なんか不思議だねこのゲームね、日々なんかバージョンアップはしてんでしょ、よく言うよね、やってるよね、だいたいペース的に3ヶ月に1遍ぐらいのペースでやっぱちょっとなんか出るんだ、そういうのは、うん、なんかいろいろこう、なんだろう、フィールドが広がったりとか、クエストが増えたりとか、結局やっぱ不思議なゲーム、装備とかアイテムとかってさ、ね、やっぱ増えていくと嬉しいじゃない、うん、でやっぱ欲しくなる、それ以降でもこういうゲームが増えたかというとさ、そうだからね、ファイナルファンタジー11が一番日本で代表的な MMORPG だったんだね、今週、今週間だとね、うん、ねえ、で今なんてさ、もっとマシンすごくなってるからさ、うん、これもっと作りやすかったりするわけじゃん、あだから絶対今、まあ、なんか作ってんだよ ねとりあえず、まあ作るのに時間かかるっていうのはあるんだけど、大変だと思う、あ、まあまあ、バルーンホワイトでやったんだ、バルーンホワイトで俺ね口が開いちゃうんだよね、坊さんも開いてんだよね、これは開くよ、今でも開くもん、今見ても開くもんだから、危ねえみたいなすごい開く、なんかね、危ない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 んだよこれ、敵を倒して危ない怖い怖い、うわー来た、うわー、こういうのはね本当超超キープキープ、攻撃しなきゃダメ、攻撃しなきゃね、これね、危ない危ない、あの邪魔なんだ、大体ルパンが出て自爆パターンっていうのがあって多い、俺自爆は本当多いんだよね、雷気をつけて、雷危ない、雷危ない、もうどうしていいか分かんないんだよね、あ魚がいるんだよな、そうそう、下下ね、なんだろう、冷静だよねほらまたガッツポーズ取ってるもん大人だよな、くしゃいでくしゃいでなるか分かんないけど、なるやばい顔してるんだ、ほんとひどいね、この顔はこの顔はほんとひどい、マジ強かったもん今、絶対負けない自信あったもん、これで負けんだやっぱ俺は、やらせない方がいいよ、怖いもんだって、この熱い思いを語るっていうのは同じことをこの副音声でもやってるからね、だからそんだけ熱いんだって、ほんと、ね、この企画の意味を本当に分かってほしいな、これね、全員に捨てる、うわ怖い、なんかなんかさ、あれだとしたらさ、あの1年間ぐらい、うん、まあいい、なんかちょっと見て、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 いやいや、見この瞬間だけ見て、いいいいいい、え、なになになに、いやだってデータでしょ、いやデータなんだよ、すげー消さない、消さないだけだから本当に捨てますかって出るんだって、自分で押さなきゃいけない、本当に捨てますから、もうバカだろって、バカなんだろって。えでもここらもうクライマックスだから俺の。怖いこれ怖い。こう俺の。
すごいひどいな。色見ちゃって、だから責任者とかいねえのかって見ちゃって、誰かおい止めてくれみたいな。ひどいものだってさ。お余計なとこ。何の躊躇もないからね。そうなんだよ、やってもらえる。行くんだよね。来てます。あれ寂しいんだよね。確かお願いします。お願いします。おほら、お前あれだけなんだよ。カルドを捨てた。一ラインだけなんだよ。カルドを捨てた。あれだ、そうあれだけなんだよ。いやいい思い出じゃん。忘れない。まあそうだね。まあ俺はだから幸せだよね。これ DVD 残るわけだからさ。あの生涯忘れることはないでしょう。そうですよ。愛子の歌詞にもあるように。まあそうだね。いやだからそうだからもうすごい前向きに考えれば俺は幸せなんだよ。うん、これがだってちゃんとこう作品残ってね。で残ってるわけだ。逆に今もほらカルドのことはもう忘れてるわけね本当に。あじゃあもうだから思い出しちゃうよ。だからこんなの何回も何回見せられたらさ。いや残ったよ。残った。忘れないこの記憶として、うん、メモリーとして残ったよっていう。残った残った。よかった、ね。よかった。よかった。今回本当よかった。よかったありがとうってありがとうってことですこういう真面目な話してるのにこういうのが流れちゃうからさなんとも気持ちの持ってきようが難しいんだよね本当だからね、うん、いやね重い対決ほらルコックでしょ、ね、ルコック上下ねルコックまた上下でそうそうそう合わせてんだよ、うん、俺なりのファッションルコック上下これ合ってるやつじゃなくない合ってはないけど、うん、でも合ってない上下のジャージとかないよそんなセットじゃないそんなのおかしいよでもルコックとルコック書いてるし撮影してんの何で撮影してんの書いてんのおかしいよどんどんボリボリボリおかしいって映ってんだから一応何よ何で書いてんの何やってんのよって話だからねふざけんなよおかしいんだよねそういうのはタイムなんですけども、はい、なんと、うん、DVD ボックスでもあのウィンドブレーカーはねえなあのだって紺色に赤っていうのはちょっとあれだよねそうさ微妙に同じようなのが2個だから変なバラバラだからなんか全然違うもんだったらいいけどさ、うん、下はこれなんか多分違うやつだなっていうジャージだもんねスタイリストつけてもらっていいかないやつければいいんじゃない自分でつければいいいやいやスタイリストもつけたらいいんじゃないスタイリストがどんぐらいだろうね毎回いやいや人によるよ ね, 人によるよね、うん、で服持ってきてもらってさ、うん、そうだよルパにあった服なんかちょっとスタッフには悪いけどちゃんとクレジット入れてもらって入れてもらって、うん、いいと思うよいいねこれあそうかこれ出た時のやつこれ1巻目ね1巻目のやつね、うん、これはでも嬉しかったなあのゼルダの絵になれたのあー嬉しかったねあれねゼルダの中に入れるね、ルパンがカラスさんだからね鳥なんだ僕は妖精なってコズマコズさんが剣をこの絵いいよなあれ待ち受けにしてたもんあの画像をもらって待ち受けに、ね、自分のピンってやってるこれ嬉しい中身ちょっと簡単に説明しますね確かにでも俺はひどいなひどい、うん、編集長は一番ひどい雑誌ひどい雑誌だ ね, ね, ね編集長ほんとにこの時の髪型とかひどいねひどいね髪型もう好き勝手すぎるあれでモテようとしてたからねすごいよねおかしいんだ俺はほらまたルコック着てるほんまたルコックルコックをしてるねルコックからアディダスにおしゃれをしたんだけどゴーツさんとルパンはなんか印象に残ってる回とかあります、はい、なんでそのスポーツブランドにこだわりがあるのスポーツだと特にやってないでしょそんなやってないほらそんなやってないんだけど何その擦り込みなんかこうルコックは好きだったなんでなんでなんかなんだろうあのニワトリ の, のマークマークが好きマークが絵が好き絵が好き絵が好きやな絵関係ないじゃん絵関係ないじゃんだってなんでみんなそうでしょ絵関係ないみんな形じゃん関係ない関係ない描き手違う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 あのその要はブランドっていうかマークっていうかさマークのこと好きかとりあえずもうだってルコックだったら何でも買っちゃってたもんうそほんとほんとマークが好き俺でもあれもう一時期何年間か俺もルコッカーだったからずっとマークが好きだったマークが好きでもうルコッカーと
やそれさ、いやほらエイプのほら柄が好きとかさ、あだからそういうノリで、いやそれは違うよ。なんで？だってルコックの絵変わんないじゃん。エイプのあのマークが好きな人とルコックのマークが好きな人といてもいいじゃん。だってエイプほら猿をモチーフにいろんなのがあるよ。いろんなデザインとか。あるある。だってルコックだっていろいろあるじゃん。基本ジャージとかでしょだって。いやそうだけど。そのスポーツのさ。そうだけど。すごいね。いやー。